スクをするかというと、マスクをすればこうボー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 言わなくなるので、マスクはいいなってちょっと思ってたんですね。でもこれにね、ここに映ってるわ、いつものサングラスをするとね、まあ、いつものサングラスするともう僕になるんですけど、まあ、こうなるとちょっとね、威圧感がもうただでさえいつもサングラスで皆さんにはプレッシャーをかけてるんですけど、こうね、計り知れないプレッシャーを皆さんにかけてしまって睡眠どころじゃなくなるんじゃないかなと思ったので、半実写みたいな感じなんですけど、まあ、もしね、僕のサングラスの下をめちゃくちゃイケメンなね、パッチリ二重の、凛々しい目を、期待してた方がいらっしゃいましたら大変申し訳ございません。まあね、一重で目もねあんま大きくないんで、ちっちゃくてイケメンではないんですけども、だからね、ちょっと視聴者さんがねこれで減ってしまうんじゃないかというのが一番怖いんですけれども、まあ、今日はねこういうスタイルで、まあ、多分いつもより音割れとか素焼く時の音割れとかはしづらいと思うので、こんな感じでやっていきたいと思います。はい。でね、動画をまた撮るのも久しぶりなので、まあ、何をねやろうかなって思ったんですけど、接触者とかコロナになっちゃった人とかもちらほら出てきて、本当に一言じゃないんだなっての感じさせられますね。はい、では左耳レフトって書いてあるから多分左耳だと思います。やっていきます。わ、めっちゃ久しぶりに皆さんの耳を耳かきしていますね。
スターいかがでしたでしょうか。この動画が少しでもいいなって思ってくださった方は高評価、チャンネル登録と通知オンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。おやすみなさい。